Ciao a tutte, minasan, aida fuedo, benissimo notizia, yokoso. Kyo wa nanto, polpette al sugo, yeah. Kono polpette al sugo wa, Godfather teiyu meisaku no shin desu ne. Clemenza ga Corleone family ni ryori o tsukuru desu ne.その料理をちょっと家で再現できるんですね。しかもさらにレベルアップできるから皆さんにねちょっと紹介したいと思います。楽しいですよ。そういえばゴッドファーザー見ましたが、あ、面白いね。すごいいい映画ですね。イタリアの文化がわかる映画ですから、ぜひね見てください。素晴らしい映画です。そして今日サプライズがありますから最後まで見てくださいね。すごく盛り上がるから、すごいすごいことですからね。では材料の紹介します。まずお肉からいきます。お肉から牛肉のミンチですね、ひき肉です。これはね7割入れた方がベストですね。そして残りの3割は豚肉のミンチにしてください。そして必要なものはお砂糖少しとバジルの葉っぱ、パン粉、卵1個、そしてニンニクと、これなんだこれ、これ赤ワインですね、アラゴシトマト、あ、そして忘れてた、ペコリーノロマーノも使います。粉チーズでもいいんですね。まず卵ですね。そして粉チーズ、みじん切りにしたニンニク、牛肉のひき肉、豚肉のひき肉、そしてパン粉ですね。これをこれから混ぜていきます、ね、最初は手じゃなくてもうこういうヘラで大丈夫ですね。かわいいですね。玉がいっぱいです。オリーブオイル入れます。ミートボールの中にもうニンニク入ってるからそんな大量が必要ないです。これぐらい。丸くしたからこういう風に木べらなしで動かせます。ゆっくり詰めていきます。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント欄に投稿を忘れずによろしくお願いいたします。マンマミアです。すごくいい感じになってきました。すごくいい香りします。ほら煮詰まってきました。わかりますか。ニンニクを取っちゃってもいいね。香り十分移しました。そしてここ火を消してバジルの葉っぱをかけます。サプライズ、ここサプライズでございます。皆さん今日のトマトソースはもう旨味もうバッチリですね。チーズとお肉2種類とか、ちょっとパパッとねパスタを茹でて上にかけたいと思います。そして激うまね、一石二鳥、2品できます。メインとパスタ料理一緒です。 OK、 皆さんまずポルペッテアルスーゴ、イタリアンミートボールクレメンサスタイル完成です。マンマミアゲプロフミーノ、ちょっといただきます。クレメンサありがとう。うん、ソンニコルレオーネの性欲が過ぎますね。やばいですね。激うまです。そして一石二鳥ですね。クレメンサスタイルペンネ、イエーイ、パスタもできるんですね。早速いただきたいと思います。マンマミアオケプロ風も香りがねすごい素晴らしい。いただきます。シチリア、シチリアの味。どうも皆さん今日もお疲れ様でございます。最後まで見てくれてどうもありがとうございます。いかがでしたか。ゴッドファーザーの料理面白いですね。そして素晴らしい映画です。僕のおすすめが、映画見ながらこの料理食べるともう最高じゃないですか。しかも好きな人と一緒に見るとね盛り上がると思います。ということでまたお会いしましょう。チャオ。